究会の渡辺です。今日もこの時間がやってきましたね。お待たせ、待ってたかな。この音フェチ研究会もだんだん部員が集まってきて、なんと1万5000人を突破することができました。ありがとうございます。では今日の音は、こちらの音で楽しんでいこうと思います。このプチプチの巨大バージョン、通販で買い物をする人はよく知ってると思うけど、これね、潰すとね、潰してバーンって鳴らすとめちゃくちゃ気持ちいいんだよね。これね、ヒカキン風に言うとめっちゃめっちゃめっちゃめちゃめちゃめっちゃ破裂させると気持ちいいんだよね。やばいな、これ。これやばいわ。この感触、なんかの感触に似てるなぁと思ったら、食に似てるなと思ったら、別に全然いやらしい下心とか一切なしに、科学的にこれちょっと胸の感触に似てるな、これ。もう薄くなっちゃえ。胸に薄くまっちゃったよ。別に一切これはいやらしい意味とかじゃなくて、音フェチ科学的な根拠で、なんつうのかな、僕はそんなエロいことを考えてる人間じゃありませんから。こうやってね、ちょっとメガネをずらしてるけど、あーすげえ、これちょっとさ、じゃあ胸の感触を味わってみるよ。
把握的に胸の感触、胸にシリコン入れてる人ってちょっと揉んだ時に硬いらしいんだよ。だから多分ね、結構これと似てると思うんだよね。シリコンで包強した人の胸の感触。例えば暑いな、これな、ちょっとな、これなんかこれやめとこう、ちょっとこれ以上やったら歯止めが効かなくなりそう。一応これは健全な部活ですから、僕は純粋に音フェチが好きで音を科学する立場の人間であるので、ゾクゾク来るでしょ。これとこれと、そうだな、この音どれがゾクゾク来るかな。俺はこれだね。どうかな、ゾクゾク来るかな。こうやってさ、触れるか触れないかぐらいのかすかな音が一番個人的に なんかゾクゾクくるんだよね。このこんな感じ、いかにもなんかこうやってガサガサしすぎるのもあまり個人的に好きじゃなくて、こうやって触れてるんだから
ないんだけど、微妙なこの感じ好きなんだよね。結構気持ちいいところ起こしちゃうかもしれないけど、ちょっと最後終わって終わりにします。うるさいかもしれないから、耳塞いでおいた方がいいかもしれないよ。